ハロー YouTube! 下根司のニュースの猫側にゃ今日もね、トップからのニュースをお送りいたします。島根県のあの島がやばい。もはや鳥取県だけじゃなくて、山陰地方まるっと出禁にした方がいいよと、茂るの中で話題に。やめて。今日はですね、出土してしまったとんでもないものから闇の島の話に見事つなげて申し上げ、早漏つってんねっていうことでね、やっていきましょう。いや、皆さんね、これ絶対くださいよ。日本最古の遺跡からとんでもないものが出土してしまったとね、私の中で話題に。これです。これ、んつって、んあれみたいな。あ、これ誰かに似てる。日本を取り戻す。あ、もうこれ、心臓ちゃんじゃないってことなんですよ。で、これね、皇族にもゆかりがあると言われている、この日本最古の遺跡群の中から、これが出てきたと。そしてこれはですね、これ完全に繋がってんなっていう話なんですよ。で、これね、安倍ちゃんって言えばですね、これタブピーシステムっていうね、もうこれ絶対言うなって話なんですけどね、皆さんタブピーシステムってご存知でしょうか？田布施とは山口県の人口約1万6千人の町である安倍晋三首相のおじい様岸信介さんや王子佐藤栄作ら首相を多く輩出した土地であり、この小さな町が日本を支配しているという説が誠に囁かれているどんぶか闇たちが愛する町なのであるっつってね、これ、そう、これがね、このタブピーシステムっていうものが日本にありまして、そしてこのタブピーシステムはミオの国からね、これミオの国からもうしんちゃんをね神として崇めるってことが決まっていたとかいなかったとかね、もうこれあれですよ、古墳、安倍ちゃん、ハニマル、闇ですよね、これもう闇なんでね、もうこれ確定事項なんです。そもそもこのタブピー朝って別にその輩出した総理云々とかじゃなくてですね、明治の帝のあの大ピロトラピノスケみたいなね。大ピロトラノス、トラピノスケが、まあ今ちょっと言っちゃいましたけどね。まあちょっと、おすり替えのどうのこうのみたいなね。まあそれも実はこのタブピー町出身なんですよね。で、今でもこの大ピロトラピノスケ、ちょっとめんどくさいですけども、のおじさんみたいな人。俺は帝だみたいなことを言ったりとか言ってないとかつってね。もう闇の街なんですけれども。ね、そんな、このタブピーシステムが、実は、この、安倍ちゃんのね、出土した、歴史戦を、挑まれているので、あります。これが出てきちゃったっていうのは、もうこれ何よりの、証拠だってことで、いいですよね。なんかと強気でいきますけども。ちなみになんですけど、他にもやばいものいっぱいあるんですよ。まあ、これとかね。いや、もうこれ、似てるね。これね。あと、ま、これとかね。いやこれは浅田真央ちゃんですね。これは浅田真央ちゃんなんで、関係なかったです。なんで出したんだろうね。わかりませんけど、まあ、ということでね。このね、もう安倍ちゃんが実は、ね、ミオの国から日本をね、日本を守っていたっていうのが、これ何よりの証拠なんで、みんな黙ってもらってもいいですか？わかりません。なんで黙らせようとしてるのか、わかりませんけどね。で、そしてですね、この出土されたこの埴輪といえばね、古墳ですよ。そして古墳といえばね、皇族でありますね。そしてですね、島根県にある島の沖で事故が起きたっていう話なんですよ。キプロス船籍の大型コンテナ船、サンタマリアがですね、2日の午後6時半過ぎに、島根県沖ノ島の北西岸800メートル沖でですね、座礁してしまったんですよね。で、これま大変だねっつってちょっとニュースになってたんですけどね。沖ノ島か。と思ったわけですよね。皆さん、沖ノ島って言うとですね、過去ですね、日本上の歴史で多くのね、尊い方々がこの地にですね、流刑にされてた場所なんですよね。例えばですね、後鳥羽上皇であるとか、それから後醍醐天皇であるとか、いわゆる日本の大天狗と呼ばれてきたね、土陰謀業界の神ですよ。もうこれはもう、この我々からしたらね、もう、ははーっていう、ははーって感じの人なんですけどね、その人がこの島に流されてたんですよね。で、これなんでこの島が流刑の地に決められてたかっていう話なんですけど、もともとですね、流刑って、円流、中流、金流っていうね、近さによってね、刑の重さが違ったんですよ。で、この一番重かったのが、この沖ノ島に飛ばされる円流だったんですよね。で、まあ、こう、帝とか苦行とかって、なかなかこうね、命を取るような刑っていうのは、まあ、できないわけですよ。そのために政治的影響力のない遠くに飛ばすことで、まあ、刑にしたわけなんですけど、
この沖ノ島っていうのは、ただ単に、ね、飛ばされた地だけの話ではないってことなんですよ。皆さん、思い出してください。島根県といえば、出雲の国でございます。そして、出雲には、ね、大和朝廷と共にですね、でかいね、国があったわけですよ。大和国はこの出雲を攻め滅ぼして、朝廷を打ち立てたわけなんですけど、この出雲にいた勢力というのは、まあ、未だ現存しておりですね、そして、この流されていた後鳥羽上皇とか、後醍醐天皇と、実は連絡を密にしており、例えばその子孫であるとか、そういったものも残していたって言われてるんですよ。そしてですね、この、島が関わっていたものは他にもいろいろあると言われておりまして、例えばですね、人身の乱売買であるとか、そういった闇のビジネスもここ経由で行われていたっていう話があるわけですよ。で、最初の話に戻るんですけど、ね、このね、海沖で座礁したっていうコンテナ船、これちょっと怪しくないですかい？インザスかいってことですよ。これ、まさかっていう話なんですよ。もうこれ、しかもね、もう、まあ、正直言うと、もうコンテナって聞いた時点で、ははーん、闇だな。そうでしょうかね。わかりませんけどもね、ちょっと思いました。で、この前、大阪のね、中心部で、コンテナ船っていうかトラックがね、転倒した事故ありましたが、あの背面にね、エヴァグリーンって書かれてました。ね、あれとね、あの事故と実はつながりがあるんじゃないか説っていうのがあるわけですよ。今回ここで座礁したのは、ついでにあの島もな、っていうことなのかも、なのかもな。でちょっと思いましたけどもね、皆さんいかがでしょうか。この時点で私島根県からも出禁が今確定しましたので、もう私山陰地方完全に一歩も足を踏み入れられないっていう話だよね。そんな悲しい時にはあの人の顔を思い出すとです。アミソンって誰だろう。いやワイヤで。いや、ワイヤで。姓は須田、名は正樹。人呼んで、風天のオミソンと申しやすっつってね。まあ、以後、お見知りおきよって話なんですけどね。そんなヨジョンちゃんと今日は語り合いたいテーマがあるんですよね。お兄さんの新作っていう話なんですよ。昨日ですね、北のお国で、あるね、イベントが行われたんですよ。で、多くの、幹部であるとか、それから党員が出席し、もちろんお兄さんもその場に行ってたんですよ。そこでですね、まあ、お兄さん、新しいドキュメンタリー映画を撮ったらしいんですよ。で、それが発表されまして、もうそれがね、僕の度肝を抜いたっていう話。ご覧ください。てーてててー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 、あわれんぼお兄ちゃん、いける！いける！失踪！ね、ということでね、これ白馬で失踪。お兄ちゃんがこんなことしてたけど、ヨジョンちゃんはどうなの？正直のところ。正直のところ、王子様って思った。本題戻ります。最後に久しぶりにちょっとね、青見エリちゃんじゃない方のエリニャンの話をちょっとしていきたいんですけど、パトラったのか元気なのかね、未だよくわからないね、イギリスの一番偉いおばあちゃんなんですけれどもね、この度ですね、在位70周年を祝う、プラチナジュビリーっていう年だそうなんですよ。僕全く知らなかったんですけど。で、これを祝ってですね、記念の品が、まあ、作られておりまして、で、そのね、ある一個の業者が、プラチナジュビリーって、この皿に入れるつもりが、プラチナジャブリーって入れちゃって、ね、ちょっと間違っちゃってて、へへーってなってるという話なんですよ。で、あ、ジャブリーってあれやなと思ってね、牡蠣と合わせると、うまいワインだなってね、ちょっとお味噌とか思いましたけどね、そんな時、おばあちゃんどんな顔してたかっていう、まあ、これなんです。ダフンダみたいな顔してある。って思った。今日も一日お疲れ様でした。良い夜をお過ごしください。各種 SNS ね、私地獄で大口を開けてあなたのお越しをお待ちしておりますので、私の胸に飛び込んでみませんか？フォローお待ちしてます。結論から先に言えよっていう話なんですけれどもね、昨日ですね、散歩してたら、警察がね、警察官の方が7人ぐらい、ちょっと初老の男性を囲んでるっていうシーンに出くわしたわけですよ。で、オミソンって揉め事大好きマンですからね、これ何話してんだろうなと思って、聞き耳をね、こう立ててたわけですよ。ね、こう横通りながらね。したらですね、このおじいちゃんが、なんかね、昔はこの辺はこうじゃったみたいな、なんか思い出話みたいなのずっと語って
ってるわけですよ。で、警察官の人たちはめっちゃうんざりしながらうんうん聞いてるんですけど、あれ多分本題に行くまでの前振りが今めっちゃ長く続いてんだなと思って、結論から言えよと思ったんですけど、まあ、でもこれあの後多分、小一時間話し続きそうな雰囲気がちょっとあったんで、かわいちょってちょっと思いました。で、そんな各言う私の今日の結論なんですけど、森高千里さんはいつおばさんになるのってちょっと思いましたね。これ最近の森高千里さんの姿なんですけど、いや、ずるくないっていう。これずるくないって。むしろ今の方がいけるってこと。結局それが言いたかったってこと。